日本舞踊の歴史で一番初めに、見られるのは「古事記」有名な書物、712年できた「古事記」の中に載っているお話が日本舞踊の、起源と言われております。天照大神という神様が、起源を損ねられて岩戸の中にお隠れになったというお話が載っております。まあ、これを一般的には日本舞踊の起源と言っておりますが、これが果たして起源と言えるのかどうかはまた皆様のご判断にお任せしたいと思います。で、歌舞伎役者はほとんどその日本舞踊というのを、研修するということになって、歌舞伎の中に日本舞踊も入り、それとともに歌舞伎舞踊として発展して今の形になっています。江戸で、歌舞伎舞踊っていうのはどんどん、歌舞伎役者もどんどん出ますし、その中で発展していきました。で、それに代わりまして、上方では座敷で、江戸で発展していったのは歌舞伎舞踊なんで、これは舞台でするものです。ところが上方で発展していきますのは座敷で踊るという、座敷舞、今祇園とか宮川町とかいろんな花街でやられてるのは座敷舞です。お座敷で踊るという形、そういう形が上方と江戸に分かれて発展していきます。歌舞伎と日本舞踊の違うところは、歌舞伎は今でも、さっき、お国の歌舞伎が来て、若衆歌舞伎が来て、野郎歌舞伎が来たい、男性だけでやるのが歌舞伎ですが、今現在も男性だけです。で、日本舞踊と違うところは、日本舞踊は女性もやり男性もやります。で、歌舞伎では男性しかやらないんですから、男性の役者が女の役もやり男の役もやるのですが、日本舞踊は男の人も女の人もやり、女の人が男もやり女もやり、男の人も女もやり男のもやるということで、みんなが全てをやるっていうことです。日本舞踊と、じゃあ西洋の踊りの大きく違うところは、それも後で見ていただきたいんですけど、日本の踊りっていうのは重心を下に下げます。で、一方それとは逆に西洋の方は、上に伸び上がるというか、重心は上に上がるっていう感じで、そこが大きく違うところですが、さっきの歴史をたどって見てみたら分かるように、日本舞踊は先に先行した能とかそういうものの影響も全部受けておりますので。脳も重心を下げてするものですが、日本舞踊もそういうふうに重心を下げます。そこが大きく違うところです。さっき申し上げましたように、日本舞踊っていうのはこう重心を下げます。で、少し膝を曲げるっていう感じになります。この状態でまっすぐ歩きます。で、能も狂言もなんですけど、こういうふうにすり足で歩くという特色があります。で、これは日本のもの全て共通で、スポーツ系の柔道とか相撲とかそういうものもすり足ですが、日本のものはだいたい重心を下に下げます。で、日本舞踊の足の動きとしては、この歩くということ、今歩きました。それと足を踏むと言って、足をトンと言わせます。で、この音が音楽の、
一部になっておりますので、これははっきり音を出します。で、大体ここの舞台はそれほどでもないんですけど、大体舞台はそういう音がよくするように、下に工夫がされております。そして、もう一つ足の動きでは滑るという足です。こういうふうにかかとを後ろに滑らせます。これが滑るという足です。この歩くと踏むと滑る、この3つを組み合わせると日本舞踊になります。で、私が今やったのは女の踊りです。女の踊りは、通常の女性よりちょっと、今の女性は内股では歩かないと思いますが、内股で歩き、それは着物の裾幅にもよるものですが、足はそんなに大きく使いません。そして、全ての動きが、少し小さくして女らしさを強調します。で、それに比べまして、男の踊りというのは足の幅、足の大きさはすごく大きく使います。こういうふうに足をこれ割るということですが、これは、実際よりも大きく力強く見せるために、足を大きく開きます。で、手の動きとか全てを大きくして男らしさを強調します。だから、通常の人間よりも女舞はより女らしく、男はより男らしさを強調するということになっています。これで月を表してます。今度は月を見ます。これで春霞を表してます。桜の花びらが散っているとこです。それを受けます。ふーっと飛ばします。向こうにいる人を見て恥ずかしいと隠れます。鴨川のところに行って自分の姿を川に映します。鏡を見て髪を整え、着物もちゃんと着てるかなと調べます。そして口紅をつけます。これは大文字山を見上げます。